回頑張ります。元気にやってきます。頑張ってください。いってらー。はい、任せてください。どうも、おはようございます。もう何を言ってるんですか。そんなのアイドルの基本中の基本ですよ。おはようございますの挨拶からもうその日の勝負は始まってるんですから。そういうプロデューサーはなんだか締まらない感じですね。もう家を出る前に鏡を確認する暇もなかったんですか。ほらネクタイが曲がってますよ。直してあげますから動かないで。これでよしった。じゃあ行きましょう、プロデューサー。
事務所で聞いてもらえばすっきりするかも。ありがとうございます、プロデューサThank you.
今日も一日頑張りますか。私も行ってきますね。元気にやってきます。応援してますね。応援してるからね。今日も一日頑張りますか。私も行ってきますね。元気にやってきます。応援してるからね。吉報を待っていますね。そっちが力入りすぎじゃないですか。お疲れ様でした、プロデューサーさん。どうですか、順調ですか？きっと大丈夫ですよ。みんな楽しそうに活動してますから。
ロデューサー。何か用事ですか？そうですか。私は空き時間を有効に使っていただけのことですよ。そうだプロデューサーなら私がどう過ごしていたか言い当てられますか？そうです、研究分析が私のスタイルですから。好きなく勉強して好きなく自分を高める、1分1秒たりとも無駄な時間はありませんから。私も行ってきますね。あ、遅れちゃうかも。吉報を待っていますね。応援してるからね。わかってます、プロデューサーさん。
こんな時間にこんなものを食べてしまったら、お昼のお仕事やレッスンで消費したカロリーが台無しです。分かってます、分かってますから。危うく誘惑に屈してしまうところでした。いいえ、年下の子たちに負けないためにも甘いものは控えるって決めたんです。プロデューサーさんも私がついつい誘惑に負けないように厳しく見張っていてくださいね。頑張れアズさん、我慢我慢。だいぶお疲れのようだね。たまには一緒に食事にでも行かないか？それは残念だ。ではまたの機会にしよう。それじゃ。
よしっと。それじゃ行ってきます。精一杯頑張ります。あ、遅れちゃうかも。行ってらっしゃい。行ってらっしゃいませ。これでも勝ってぐらいに